嬢様、大変なんです。朝から騒がないで、あと寝る前にココア飲みたいから用意して。だから買い物に行けないんですってば。朝起きたら空を飛べないんです。そのうち治るわよ、しゃっくりみたいなもんでしょ。治らなかったらどうするんですか。それよりお嬢様はどうやって飛んでるんですか。飛ぼうと思えば飛べるでしょ。もっと具体的に。昨夜あなた走るときどうするの。走ろうと思います。それと同じよ。そうなんですけど。同じ人間らしさ前にでも消えてきたら。なるほどです。さすがお嬢様、大好き。ねえサナエ、空を飛べなくなったの。何か解決策知らない。そうですね、空なんて飛ぼうと思えば飛べるけど。あ、何か思いついたの。外の世界にいた頃ヘリコプターという乗り物があったんです。昨夜さんも竹トンボって知ってるでしょ。プロペラを高速回転させて揚力を得るんです。すごいじゃないサナエ、あなた頭がいいのね。早速やってみてください。違います、もっと早く。そうは言ってもなかなか難しいの。何をやってるんだい。空を飛ぶ訓練です。そんなことで飛べるの。そうだ、かなこ様、お手本お願いします。いやよ、なんでこんなこと。これも進行のためですよね。ちょっとだけでいいですから。ちょっとだけだからね。さすがですかなこ様。まだまだこんなものじゃないわ。そりゃあ見よう、これが神の力よ。うん、キャーンかなこ様、素敵です。すごーい。私もですから安心してください。そういう問題じゃないの、もう知らない。あれ、空を飛んでる。もしかしてメイリンのおかげ。メイリン、ありがとう、大好き。よくわからないけど、サクヤさんが元気になってよかったです。ああ、メイリンとサクヤが抱き合ってる。フラン、そっとしておいてあげなさい。早く離れて、メイリン、誤解されるでしょ。違うんです、お嬢様、妹様、これには深いわけが。メイリンとサクヤって深い仲だったの、知らなかった。だから全部誤解なんです。あと寝る前にココア飲みたいから用意して。だから買い物に行けないんですってば。朝起きたら空を飛べないんです。そのうち治るわよ、しゃっくりみたいなもんでしょ。治らなかったらどうするんですか。それよりお嬢様はどうやって飛んでるんですか。飛ぼうと思えば飛べるでしょ。もっと具体的に。昨夜あなた走るときどうするの。
走ろうと思います。それと同じよ。そうなんですけど、同じ人間だし、さないにでも聞いてきたら。なるほどです。さすがお嬢様、大好き。ねえさない、空を飛べなくなったの、何か解決策知らない？そうですね、空なんて飛ぼうと思えば飛べるけど、あ、何か思いついたの？外の世界にいた頃、ヘリコプターという乗り物があったんです。サクヤさんも竹トンボって知ってるでしょ。プロペラを高速回転させて揚力を得るんです。すごいじゃないサナエ、あなた頭がいいのね。早速やってみてください。とりゃー違います、もっと早く。そうは言ってもなかなか難しいの。何をやってるんだい？空を飛ぶ訓練です。そんなことで飛べるの？そうだ、かなこ様、お手本お願いします。いやよ、なんでこんなこと。これも進行のためですよね。ちょっとだけでいいですから。ちょっとだけだからね。さすがです、かなこ様。まだまだこんなものじゃないわ。そりゃみよ、これが神の力よ。んキャーン、かなこ様、素敵です。すごーい。私もですから安心してください。そういう問題じゃないの、もう知らない。あれ、空を飛んでる。もしかしてメイリンのおかげ？メイリン、ありがとう、大好き。よくわからないけど、サクヤさんが元気になってよかったです。ああ、メイリンとサクヤが抱き合ってる。フラン、そっとしておいてあげなさい。早く離れて、メイリン、誤解されるでしょ。違うんです、お嬢様、妹様、これには深いわけが。メイリンとサクヤって深い仲だったの？知らなかった。だから全部誤解なんです。